したら先輩が知ってますよ知ってますよっておっしゃったのねえねえ木村くん木村くん、うん、先輩は学年が1個上の先輩だった伴走してもらってたのそうなんですよ我々は大学院聖徳大学っていうところの大学院に行ってたんだけどもその時ヘンデルっていう作曲家の曲とかビバルディっていう作曲家の曲とかをいろいろ勉強していてで終了するためにはやっぱり演奏して終了しないといけないので、まあ、バロック時代のに歌われてたような形にこう近づけて演奏したいなと思っていろいろ悩んでたんですけどその時にあ一つ上の先輩に素晴らしいオルガニストがいるわよって教えてくださってそれで話しかけてみたらって言われてあ確かに学内の演奏で聞いたことがあると思って今でも覚えてるんですけども、その事務室の前に先輩がですねいらしてケージをご覧になってたんですねそこに私がこうつかつかつかと言ってすいません2年の木村って言うんですけれどもって先輩3年だったのそしたら先輩が知ってますよっておっしゃったのを今でも覚えてるんですけど知ってますよって覚えてますもちろん覚えてます覚えてますはい事務室の前でそれ覚えてなかったそれ覚えてなかったまあソプラニスタっていう声優だからバロック時代の歌うことが結構多くて本当にこう先輩と出会えたっていうのは音楽人生の中で大きな財産なんですまあ嬉しいこと木村君、木村君、うん、なんかこの素晴らしいスタジオで今度ね、コンサートそうなんだよね、今度、まずは練習して、そして本番に臨もうかなと思ってますまず曲決めからそうですよろしくお願いしますじゃあ今度はリハーサルだねそうだねはい、わかった、じゃあまた来ますはい、さよなら見てください、手書きのがここでモザイクかけとかいいのかな